WBC 岡本和真、待望の一発をスタンドに叩き込む。第5回ワールドベースボールクラシックで世界一奪回を目指す野球日本代表侍ジャパンは4日、バンテリンドームで行われた壮行試合で中日と対戦。1-1 の7回に岡本和真内野手が勝ち越しのソロ本塁打を放った。侍ジャパン壮行試合4試合目にして、これがチーム本塁打1号となった。5番3塁で先発出場した岡本和は 1-1 で迎えた7回、先頭の場面で入った第3打席で、中日2番手柳の初球カットボールを強振。左翼スタンドギリギリに飛び込む勝ち越しソロを放った。言った。おお、岡本すげえ。永遠のアーチ。もう村上と打順交代でもええやろ。サード岡本でええな。高橋に援護をするものが見つかった。侍初 H-L。やっと今年侍初アーチ。岡本はやっぱ必要やな。村上選手の調子があまり良くない中、こうしてカバーできるのが素晴らしい。ヤクルトの4番、ジャイアンツの4番が続いていればこういう良い結果は出ます。村上選手も山川選手も頑張れ。HR バッターの村上や山川山田の苦戦している状況で近藤の躍動と岡本の HR は本当にでかい。短期決戦は絶対に好不調がはっきりすると思うので、打てない打者の分もカバーする野手が出てくると投手陣を中心とした守りの野球で勝ち切れると思う。5は、大谷ヌート吉田に期待。気持ちいい軌道、中日の投手陣相手はいい練習だと思う。練習で厳しく言って、本番を優しく感じてほしい。岡本絶好調で草。岡本ほっかほかやん。こりゃ、岡本にぞっこんしてみわ。チャンネル登録よろしくお願いします。